はい、どういうところがかなり変わりました？そうですね、こう前はふわっとしてたんですけれども、うん、こう今は変な話まともになりましたね。なるほど、人間になったみたいな感じ。そうですね、やっぱり周りのそのスピリチュアルな人たちって結構こう上の方ばっかりで、現実っていうのはなんか勝手に作られていくみたいな感じで考えてるんですよね。ただそのでしょう、朝起きて次の日に別に机の上に50万を置かれてるわけでもなく、うん、普通にご飯を食べて仕事に行って生活しなきゃいけないよねっていう、そういう現実的なところも見つつ、自分はどういう風な人で何をしていくかっていうのをきちんとセッション仕立てで、うん、はい、勉強させていただきました。